はあ、みんなよろしく頼む。よろしゅうお願いします。反対意見は？ないよ。ないって？だって隊長が決めたことだもん。隊長さんに従います。いいのか、民間人を同行させるということは。別によろしいんじゃありませんこと。私も民間人です。そうだよ、隊長が決めたんだからきっと可愛いわけがあるんだし。なんか昨日と言ってることが。だってアリアから聞いたもん。ごめんね隊長、ひどいこと言って。ごめんなさいです。というわけで出発ですわ。はいです。おいアリア、お前内緒に。あ、早く出発しないと間に合いませんよ。あ、逃げるな。なあ、早行こう。な、懐くな。ほな頼んだで、誕生届けてや。相変わらず硬いな。もうちょい笑われへんか。敵に媚びを売る必要なんてありません。さようか、まあええわ。失礼します。ああ、気をつけてね。あ、忘れるとこやった。どうした？これ持ってき、これ。これは昨日基地の後で見つけたんや。えらい立派なつば飾りがついとるさかい、名のある騎士のもんなんやろ。ま、折れてもうてるけど。セリア様。そいつも届けたらええわ。あんたかて何の手土産もなしやったら帰りにくいやろ。ほな気ぃつけて帰りや。ちゃんと寝るんやで。はい、失礼します。ほんまに大丈夫かいな。えらいやつれてもうて。やけに気にかけるね。折れたのかな。あ、何言うてんねん。そんなわけあるわけないかな。俺が惚れてるのはジュディだけやがな。知ってるか。何を。私は君のそういうところが嫌いなんだ。そんなん言わんといていいな。中路軍の消滅により総統の流作戦は失敗に終わった。交代を始めたウロ軍、サロ軍もルーシエラ軍の伏兵に遭い各地で敗走。サロ軍は壊滅、ウロ軍もまた半数の兵を失った。この敗戦によりインジラ軍はルーシエラ領への侵攻を断念し、ボルボレードの前方エイセンへ戦力を集中させた。遅かったな。途中でいろいろあったんでね。それでその腕にくっついてるのは。ああ、これはうち今度ヒューポンと結婚することになりました。ルナール言います。なあなあ、この人は。ジュシス、俺の幼馴染だ。いつ結婚したんだ。してないよ。まだやけど今度するんです。いいからお前あっち行ってろ。なんでそんな言い方するん。うちなんか悪いことした？アリア、連れて行け。はい。ああ、ヒューポン！大変だ。ああ。で、本当のところはどうなんだ？話すと引きつけ起こしそうだからやめとくよ。そうか。
それより戦況はどうなんだ。話は軍議の場でだ。と言っても三人だけだがな。こちらへ。ご案内します。そうか、バウンド殿たちも帰らずか。今残っている聖騎士は4名。実質は2名です。シルエラ様はパルミラで療養中。それにグロー様は。キャラウェイ。失礼しました。グローがどうかしたのか。精神的にな。セリアのこともある。ひどいのか。作戦に支障をきたす恐れがあります。今回の作戦は外す。妥当だな。しかし執行部も無茶な命令を出すな。そう言うな。この作戦が失敗すれば我が軍に勝機はなくなる。真剣に。だったら和睦したらいいじゃないか。せっかく向こうから。ヒューイ。和睦を結ぶとしても有利になってからです。それは俺たちの決めることじゃない。俺たちの役目は。分官にでもなればよかったかな。そうだな。じゃあ状況を説明するぞ。要は魔導法だな。そういうことだ。こいつをなんとか無傷で手に入れろというのが命令だ。出す方はいいよな。出す方はやるもんの身にもなってほしいよ。そう言うな。それでどうなさいますか。魔導法を充填される前に要塞に取り付く必要があるが。そんな必要はないよ。何か策は。軽騎兵を用意してくれ。軽騎。別に構わないがどうするんだ。要はそいつを撃たさなきゃいいんだろ。じゃあ準備は頼むよ。なあ、明日中に揃えておく。キャラウェイ、ヒューイを部屋まで送ってやってくれ。じゃあ頼むよ。わかりました。こちらです。あのさ、何でしょうか。いや、何でもない。いい星空だよな。雲が出ています。そうか。あのさ。なんか悪いことした。いえ。だよな。何か。いや、全然喋らないからさ。何かお話しした方がよろしいでしょうか。いや、別にそういうわけじゃないけど。ん？どうかなさいましたか。ああ、ここまででいいよ。お送りするように言われました。いや、いい。部下見つけたからさ。ほら、あれ。ザリガニ。ああ、あとはあいつに連れてってもらうから。わかりました。おやすみ。失礼します。セシル。さんでしたの。あまり驚かさないでいただきたいものですわ。驚くことないだろう。それより助かったよ。お前のおかげでやっと人並みの会話を。どうかなさいましたの。急に黙り込んだり。お
前、泣いてたのか。何をおバカなこと言ってますの？私が泣くなんて、そんなのちゃんちゃらおかしいですわ。でも目が赤いし。それは、きっと、サングラスのせいですわ。色を変えましたもの。子供たちのことでも考えてたのか？そんなこと。隠すなよ。セシル。何ですの？そんなに心配なら戻ってもいいんだぞ、子供たちのところに。それは。お前は軍人なんかじゃない。別に俺について戦って回る必要はないんだ。セシル。おお！おふざけになるんじゃございませんことよ。そう言ってうまいこと言って私を追い出そうとしても無駄無駄無駄ですわ。いや、俺は本当にお前のことを。そんなの余計なお世話ですわ。私はあんな足手まといたちがいなくなってせいせいしてますのよ。それに。セシル、あの子たちにとってもその方が幸せですわ。もう夜風の心配なんてしなくていいんですもの。私と一緒じゃ。仕方ないか。何するんですの？寂しいんなら俺の胸貸してやるよ。お前がいらないってんなら別にいいけど。どうする？今夜のところは借りて差し上げますわ。こんなとこにいたのか。どうした？あれ、どない思う？あれ？ああ、石膏だろ。石膏な。出なければ誘ってるか。こっちが出てくるのか。そうなるね。乗ってみるか。え？一体を出してあいつら追っ払う。罠だったら。仕掛けてくる前にあいつらを殲滅すりゃええやろ。それにあのままほっといたら士気に関わるしな。出てきました。ここまでは作戦通りだな。ああ、あとはタイミングだけです。そういうこと。その辺はお前に任せるよ。わかった。じゃあ俺もそろそろ行くわ。頼んだぞ。ここからだな。コルアンです。うん、合図をくれ。のろし？ああ。伏兵か。あっちゃ、やってもうた。で、どうする？どないするも何も、部下が包囲されてもうたら助けに行くしかないやろ。混戦か。あ、しもた。そないなったらエルガン砲使われへんやんか。初めからこうするつもりだったんだろ。何のことや。あー、どないしよう。帝のこと打たれへんしな。じゃない、やっぱ出撃や。何笑うてんねん。あゆきや。ほんと、君の下につくと苦労させられるよ。ああもう、妻思ってるって。そやから俺も出るやろ。ほら、早くで。ガヤク。ん？嫌いじゃないよ、君のそういう甘いところ。好き言うてや、好きって。
動きました。大したものだ。はい。一体をもって敵の一軍をおびき出し、伏せておいた軽騎兵でその後方を突く。乱戦になればあれは使えません。そういうことだ。全軍突撃する。どうだ、ほとんど兵は残っていないようです。そうか。でも隊長ひどいよ。何が？だってリュシス様がおとりだよ。そんなのリュシス様ファンクラブ会長としては許せない。バカ言うとぶつよ。だって分かったよ。今度飯をおごってやるから。パンピーは浅ましくて嫌ですわ。静かにしろ。見つかったらどうすんのよ。あんたが一番うるさいやんか。なあロブスター。ん？何ですのロブスターって。何って？あんたのあだ名。なんで私が。そやがで、後ろから見たらロブスターそっくりやん。あー、本当です。黙りなさい、ノータリ娘。うるさい、静かにしろ。お前ら、頼むからあんまり恥さらすなよ。はい？今日は部外者もたくさんいるんだからさ。あ、すいません。とにかく手はず通りやるぞ。制圧部隊が城門を破って突入。その後、俺たちは城門で戻ってくる敵部隊を防ぐ。はい。よし、突撃。隊長、開きました。よし、制圧部隊は突入。戻りが早いな。迎撃する。